皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールド殿堂入り後からの始まりです。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。このタイトル画面めっちゃかっこよくね殿堂入りしたポケモンたちのねタイトル画面なんだよね。ああみんな頑張ったな、俺の最強のメンツ。さて、これはあれだよね、まどろみの森の中だよね。伝説のポケモン、あららら、そこに行けってことかな。ね、ゲーム機が置かれている。それテレビ俺今作見てないんだよね、あまりね。それ21番、ね、自分の部屋ですよここが久々に帰ってきたな。家が入ってくるのってパート1以来じゃないの本当に。あ、なんで博士がこんなとこに。チャンピオンおめでとう、私からお祝いですよ。なんかくれんの、ポケモンください。ポケモンマスボタ、待って、マスターボールだ、嬉しい、ありがとう。マスターボール、最高のボールだ。これ伝説のポケモンに使おうぜ。マグノリア博士、わざわざお越しいただくなんて、ダイダラはそれだけのことをしてくれたのです。ブラックナイトをね阻止したし、チャンピオンだし最強。ダイマックスを引き起こす願い星は無限ダイナの一部。その無限ダイナが目覚めさせられ、ダイナマックスのためパワーが各地にみなぎった。それが経緯なんだ。ふむ、あのままではダイマックスしたポケモンたちが暴れ回り、ガラルが混乱したのをダイダラたちが救ってくれたね。ダイダラとホップね、ホップにもあげたマスターボール。とはいえダイマックスはすでにガラル地方の大事な文化、みんながダイマックスの力を正しく使うことを願います。それではね、ダイダラ、あなたのしたいことをなさい。はい、わかりました。博士ありがとうね、ソニアにもよろしくね。ママどうしよう、マスターボール、マグノリア博士、ダイマックスの研究をなさってただけに委員長のこと悩んでいるのね。ダイマックスのパワーでガラルを良くしたいっていうね。食べ残り物があるとゴンベイが食べるのでシンクはピカピカだゴンベイ買ってるっておもろいよね。マスターボールってどんなポケモンも捕まえられるすごいボールなんでしょ。そんなボールを使いたくなるポケモンともいつか出会うといいね。伝説のポケモンゲットしたいな。ゴンベ元気しとるか、ゴンベ。でもカビゴンって食費がめちゃめちゃかかんじゃなかったっけ、月何百万とかね。ゴンベだったらいいのかな。不思議だぜ。サガラル地方のあちこちを自由に冒険しようって話なので、冒険していく。まあどうしよう、何しようかな。チャンピオンの家行ってみるか、ホップの家詰まるところ。科学の力ってすげーまだ言ってる。そう、ホップ迎えに来たよいるかな、ダンデさんもいるねえ。さあ、ママです。ダンデったらこの間初めてゆっくりご飯食べた。またみんなで集まってバーベキューしようかしら。なんかちょっと気まずいけどね、チャンピオン倒しちゃったからパパだ。チャンピオンじゃなくなってもホップにとって兄貴はスーパーヒーローに変わりないよな。むしろ同じトレーナー同士、凄さが分かったろ。言ってたよねホップがね、トレーナーになってなんか初めて兄貴の凄さ強さが分かったって。チャンピオンじゃなくなってもダンデは相変わらず忙しくてたまにしか帰ってこない。若いうちはどんどんやりたいことすればいいのよってね。大人になってから腰を据えてねゆっくりすればいいもんね。あ、なんかアイテムあるぞ。何これ、人影が入ったモンスターボールが置かれてる。え、モンスターボールに添えられていた手紙を読んだ。ダイダラ君、特別な人影を君に託す。また熱い勝負をしようぜダンデ。わお、ありがとうダンデ、やったー。人影ね、人トカゲポケモン、生まれた時から尻尾に炎が灯っている。炎が消えた時その命は終わってしまう。残酷だよねこれ。人影はちょ、このまま使いましょうね。ちょ、強さ見ようか。で、なんかモンスターボールの横にバッテンみたいなついてんじゃん。あれがね、ダイマックスできる、じゃあ巨大マックスできるモンスターの証なんだっけ。へー、冷静だって。でも今作って性格変えられるんだっけ、確か。あんまよくわからないんだけど、だから適当でいいんじゃないのね。トレーニングマシンだ。バランスボール、俺もね一時期バランスボールに座ってゲーム実況してたんですけど、ゲーム実況しづらかったんで捨てました
まあ、とりあえずなんだけど、なんだろう、ゲームをね、起動した時に、まどろみの森の奥のね、遺跡が映っていたので、ちょっと今からそこまでね、行ってみたいと思います。なんかあんのかな？ね。伝説の、多分だけど、伝説のポケモンがいて、マスターボールさっきもらったじゃん！それ使えってことだと思うんですよね。で、一番奥まで行ってみましょうか。あれ？ちょっと待てよ。ここのね、木の上。あ、行けるじゃん！なんか昔さ、このまどろみの森でさ、わざマシンが見てたんだけど、あ、そう、これ取り逃してたんだよね。ゴーストダイブ。ほう、どんな技これ。ね。一旦目どっかに消えて攻撃する。え、これってさ、待って待って。我の最強ポケモン。物理アタックだよね。え、強えじゃん。お嬢覚えようぜ、お嬢。お嬢、これ絶対強いよ。たたり目弱いから使ってなかったもんね。来た。これでお嬢最強になったわ。イエーイ。ゴーストダイブ覚えた。やった。いや、これがあればね、いろんなポケモンやっつけれると思います。頑張ります。さあ、とりあえず、奥地がもう着くのかな？この先だっけ？迷子だ。うわ、マッキーはいた。マッキーを倒しといたわ。じゃあな、またレベルもね、上げていかなきゃいけないからね、今後だけど。レベル、クリア後ってね、なんかやっぱレベルが高くしなきゃいけなかったりするのが、なんかレベル上げるコンテンツがあると思うのでね、どっかでレベル上げたいと思うんですけど、いけないな、あっち。よし。さあ、一番の最奥まで行きましょうか。ここですね。チャリできた。ホップだ！何してんの、ホップ！いいっす。おい、大だろ！お前まで、こんな森の奥に。ねえ、どうしたんだ？実はね、夢を見たんだ。え、違う。何かに呼ばれた気がしたって？なんだか不思議だな。俺はちょっと考え事。誰も来なくて、静かだからさ。ザシアンとザマゼンタが眠ってた森だもんな。いないかな？捕まえたいんだけど。そうだ、ダイダラ。優勝おめでとうだぞ。照れる。まさかダイダラが、ガラル最強無敵の兄貴に、勝っちまうなんて。なんだかまだ信じらんねえ。ダイダラは本当にすごいぞ。すごすぎてよくわかんないぞ。な、でも、ホップ、君もね、やっぱ俺を手こずらせた、いいライバルだったよ。挑んでこいよ、次は。ダイダラ、もう一度俺と勝負してくれよ。いいよ。全然やろうぜ。サンキュー！最強の兄貴に勝った、ダイダラの力見せてくれ。準備できたら声かけてくれ。まあ、ホップはそんな強くないでしょ。さあ、で、挑むか。いいぜ。チャンピオンに勝った俺やぞ。かかってこいや。胸貸してやるよ。いつものそれ。さあ、ポケモントレーナー、ホップ。勝負を仕掛けてきた。レベル上がってんのかな？さあ、バイウール。いつものね、バイウール。バイウール苦手なんだよな。さあ、レベルは？うわ、同じ？ちょっとやばいかな。とりあえず、炎の鞭行きましょうか。コットンガード。グエ。コットンガード強いんだよなぁ。マジ。防御力がぐーんと上がった。まあでもこれで、炎の鞭使えばね、敵のね、この能力、防御力下げれるので。これで、しのいでいくか。ステミタックル！何？まあ耐えられる。効くけどな。ほら、鞭や。さあ、貝殻の鈴で体力回復。もっかいステミタックルプラス炎の鞭で終わりそうだけど、いきなり俺のね、エースポケモン、奉行が、落とされたっていうか、落とされはないけど、もう、戦闘不能に近い状態に持っていかれたのはきついな、これ。くっそー！大丈夫かな？アーマーガーを落とすのがしんどくなるんだね、こうなると。まあ、ね、リボンがいるから大丈夫なんだけど。ポケモン変わってないよね。カビゴンもやだな、カビゴン。やめてカビゴン出すの。アーマーガー出てきた、アーマーガー。よし。さあ、アーマーガーには、まあ、電気でいいでしょう。オーバードライブでかまそう。リボン。リボンレベル低いんだよなー。レベルいくつ？君のアーマーガー。59、60いってるかな。さあ、来い。ガーガーガー。緊張感だ。ガーガーガー。
おー、さあとりあえずオーバータイムいきましょう。消えろドライブ、一撃でいった、ダイス、強い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 。はい次ね、俺のねこのリボンのレベル上げに使わせてくれ。さあカビゴンゴンゴン、カビゴンゴン、カビゴン自信してくるよね多分。10万馬力か、それがほんと嫌なんだよな、嫌なんだよなマジで。お嬢でまた泥試合やるか泥試合やるかも、お嬢との。おお、ホップのカビゴンだけはどうしようもないんだって、マジで強いんだよ。さあとりあえず鬼火してから地震ひたすらするっていう、もうひどい戦法いきますよ。また勝ちますよこれで。イエス、どんな技すんの。噛み砕くゲ、全然効かへんわ、これなら耐えられる。かかってこいやオラオラ、かかってこいやオラだいたいね、あーいいねいいね、20ずつぐらい食らう感じ。18やけどな、全然勝てるでしょこれは。さあ自信いきましょうか、どれが効くやろ。ほらいけ、意外と効く自信、2ターンで勝てんじゃんこれ。急所か、ラッキーラッキー。なんか技変えてきた、ヘビボン。で効くわけないでしょね、効くわけないでしょもうそれ。君カビゴンくんもう諦めたくて。いやこれは意外と自信を覚えてから俺の勝ちやなこれは。ちょっとずるないか、泥試合ややっぱ。さあやっと落ちたでしょこれで。バイバーイ、イエス。いやーなんだよ、強いじゃん。でやっぱカビゴン。はい次、あとなんだろう、エースバーンとううカモやん、リボンのううやに、ね、ううこいこいこい。え、あとなんだろう、なんだっけ、あれウニみたいなやつか、なんたらウニ、水と電気みたいなやつ、あいつ何が効くのかわかんねえんだよな、ぶっちゃけたところ。ウェーイ、一撃必殺、ウッウ、かわいいよね、ウッウピカチュウ加えてくるのマジで好き。よし、武行ついにレベル60。ねえ、飛びかかるを覚えたい。何飛びかかるって、虫タイプの技だって。相手の攻撃力を下げる、やらしいねー。ちょ、武行、え、完全無欠のエースポケモンだったけどマジ強いじゃん、攻撃力下げるわ、防御力下げるわ。エースバーンだ、エースバーンにはねえ、ライバルで行っていくか、ライバルで行くか。泣き虫シング、エースにはエースを。よし、さあエースバーン60、チャンピオン超えてるな。でもな、知ってるか、俺はダンデ、無敗の元チャンピオンダンデにレベル差がかなりある状態で勝ったんですよね。それはもうポケモンのテクニックそういうことやだ、ホップ。レベルじゃないんだポケモンってやつは、愛だ愛な。さあバチンウニだ、バチンウニがわからんねんな、何聞くんだろう。電気だから、でも地震するか、何しようかな。さあお嬢出すか、もう一回。水電気だよね、水電気の弱点俺地面しか思いつかねえんだよね。なんかある、草は等倍になるでしょ、ねえ電気は効かないでしょ、わからん。だから地震やりましょうね、わからん、わからんからな。でも水タイプの技されたら終わりやねんけど、いきましたわ一撃必殺、お嬢最強。いやお嬢も強くなった、ほんと最初火力不足で悩んでたんだけど、みんな強くなったわ、ほんと。よーし、グッその悔しがるとこ好きやで、ホップ。お前と俺とではこれほど実力の差があるのかよ。いや、そんななかったと思うけどな。ねえ、カビゴンがやばかったって、カビゴン。カビゴン6体にしたら俺語れへんかもしれん。
無敵の兄貴に勝った。ダイダラにはかなわないか。あら、ソニアちゃんだ。あんたたちちょっと騒がしいけど何ね。ソニアじゃん。ダイダラチャンピオンおめでとう。どういたしまして。いえいえ。何謙遜しちゃって、もっと胸張っちゃって。何してんだ、助手の仕事は。実は私ね、もう助手じゃないの。何、博士になった。わー、すげーじゃん。おお、あんたたちにはほんと感謝してる。一緒に冒険したから、ガラルの歴史をもっと知りたいって思えたし、ポケモンのことももっと好きになれたしね。いや、ソニアすごい。次回作、オープニングで紹介してくれるかもね。はい、これ私が書いた本。サイン付きレアもんよ。マジ？ソニアの本もらった。何に使うんだよ、これ。大切なものポケットにしまった。あら、ガラルの伝説についての新発見が面白おかしく書かれてる。俺買ったぞ。発売日並んだぜ。すげえじゃん。ありがとう。後でサイン書いてあげるわ。おばあ様にも、まあまあにも認められたし、本も出版できたし。すげえよな、ソニア博士の活躍期待してね。大木戸博士みたいになるかもしれないで。ソニアもダイダラもすげえよな。尊敬するぞ。ホップちょっと、劣等感感じてんじゃん。んで、あんたたちは何してんの？あ、いや、わかった。朽ちた剣と朽ちた盾、返しに来たんでしょう。あ、そうだ、返さなきゃね、あれ。ずっと借りてたもんね。あ、そういえばそうだった。忘れてたんかい。ザシアンとザーマーゼンタ絡みかと。ダイダラが森に呼ばれた気がするっていうのも、そのせいかもな。そう、返すか、これ。助けてくれたお礼を言って、剣と盾返そう。そしたらまた、ザシアンとザマゼンタに会えるかも。よーし。ソニアちゃん。森にはいい思いないけど、ちょっと捜査に来たのよ。ザマゼンタの大切なものを返したいな。さあ、ちょっとね、大切なもの、アイテム、見てみましょうか。読めんのかな、本内容。ソニアの本。えい。うん？博士の言葉。ダイダラ、こういったものには使い時がありますよ。うわ、使えないのこれ。うわ、変なの。よし。すいません。ちょっと、今回短いですけど、この辺で終わりましょうか。じゃあ次回、多分ね、多分ですけど、伝説のポケモンが出てきて、捕まえるっていうところが行くと思います。行かなかったらごめんなさい。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。